チャイブルカリン、金明細揃ったぞー。皆さん、こんにちは、ゲヨゲヨですー。まともに DF5 をやってた時は、金明細解除が進まず諦めてたジャングルカリン。久々戻ってきたら、思わぬところでポロッと取れた。解除に手間取ってたチャレンジの達成クリップはこの試合の後、ノーカットでお届けするよ。死なずに75メートル以上の敵を5キルと、死なず20キル。お楽しみに。結所からあのヒットマークで頼み死ななかった。ちょっと遠すぎたか。金明細はアイアンサイトだったので、結局速攻捨てて3倍スコープ使ってます。これはやばい。おっと、分隊員が死んでる。これはスモークで起こせるな。I'll see to you. そこも起こせるぞ。つい、衛星兵をやると蘇生中になってしまう。ゲップ。そこヤバいんだよな。スモークでいけるか。とりあえず手前は起こしてっと。その先大丈夫かな。ああ、スモークから出てた。とりあえず味方についていこ。ちょっと高台警戒してっと。一応初期いたのでピンしとこ。手前にもいたのか。味方がやってくれたみたい。ミニマップだと右の丘に敵密集してるけど、こっちのルートは普通に抜けれてるみたいだね。わら。よし、範囲内に入れた。味方が回復をしてるので、箱投げに行きたいな。とりあえず私は頭数として残るために木に隠れておくよ。地味に狙撃できそうなら狙うけど。味方死んでるけど何もないとこは厳しいし、そもそもどこから狙われたんだろう？そこか。次はよく狙って。と。ゲッツ。いやらしい位置の敵はやったけど、気づけば周りに敵がいっぱい。これはもう出ていけないな。気づかれるまで敵背後から数減らすしか。持っててよかったサプレッサーハンドガン。味方も起こして、再び引きこもる。痛い痛い痛い、やめてください、死んでしまいます。と、とりあえず生き残りはしたけど、ページ差見ると敵はまだまだ多そう。どうやら味方の援軍が来たようだ。お、狙撃チャンス。ゲッツ。あっと。ふん、やってることほとんどスナイパーだな。そしてまた味方が消えていき、私一人孤立してるな。とりあえず気づかれるまでは、やれるだけやってみるよ。さすがに影までよく見えない。もうちょっと出るか。ゲッツ。手前に敵マーク。止まってる敵は頭いただいときます。蘇生は良いかも、にやり。待って、それ倒したやつ。むむむむ。一度倒した敵には居場所バレてるからな。知らぬ間に D は味方が取ってくれてる。あとは A か。熱波はいただき。
何気に一発で2人に当たったな。これはサイド回り込んだ方が良いかな。これ被災か。おっと、チャンブルカービンは近づかれたら終わり。味方から湧いてみると、なんか車戻ってきたけど大丈夫。あだだだだだだだ、死んだかと思ったわ。とりあえず回復待ち。これ行って大丈夫なん？お、味方がスモークで車線切って特攻かけてるからついていかないと。スモークに紛れつつ、おっと、たまたまサイドつけそう。ゲッツ、一旦回避からのターン、ミッヒロー。は、偶然裏取りやす発見。もっと奥にもう一人見えた気がするけど、あ、範囲外か。私は拠点ポイントが欲しいんじゃーと、雑魚発言してみる。よしっと、く、普通に打ち負けた。さて、敵は奥にいっぱいいるみたいだけど、あ、これやばいわ。案外敵も近くまで来てる。周りに味方いないし、孤立してるんだよな。死ぬ前に殺す。うん、死んだ。気分を変えて、B 方面にいた味方から湧いてみた。そこの味方派起こせるかな。お待たせ。何回も一発当てたので、味方お願い。あざっす。ロングに出る敵はいるかな。アッツとか。起こそうとしてるやつが。よし、年下。うおっとー。その隙間か。まあ、スモークで起こせるだろ。火炎瓶に投げ込まれた。なんとか言ってたが、前に逃げるしかないね。味方大丈夫か。急だな。隙間から反対側見えないかな。仇は撃てなかったか。ちょうど遠くに何回も。よし、目撃者は消した。うぶし。いや、なんか別のとこから迫られてるな、これ。こっから敵が適当に撃ってるみたいだから、スモークで時間稼ぎして炎瓶撒くか。え、そんなとこ登ってこれるのか。これはもうなかなか厳しい予感。ああもう、スモークの中で気絶してやるー。はいー、目抜きでヘッショしたんですけど、自分でもびっくりのまぐれだよ。とりあえずスモークで起こしに行かなきゃ。く、厳しい。気づけばだいぶ押し込められてる。とりあえず起こしてっと。ここから狙撃できるかな。あー、オーバーエリスコピー。当たらんな。よかった、爆撃してるんだけど。なんかサイドから狙われた気がするんだけど。この人かな。うん、隠れられた。ゲッツ。よし、これで前に進める。この直線は敵いなさそう。サイドは手を買うエールな。
うん、正面いたのか。蘇生復活アダース。よし、私も味方を起こしてあげよう。いいセッション。トリマ、そこはスモーク対決と。おきな。それで、この後、何の活躍もできないまま息ですが、月。終了。かなりの大敗北でした。こっちのチームの中では一番だけど、キルデス見れば一目瞭然の戦力さ。ま、かくれんぼ面白かったからいいや。それじゃ、おまけ映像いくよ。ジャングルカービンの金迷彩チャレンジで詰まってた、75メートル以上の敵を死なずに5キルの達成クリップ。その後に続く、死なず20キルも次の試合で取れたからそちらも後ほど。まず一人。入るんだけどね。ここで用に入るのか。ゴリ押しで3キル目。味方ちゃんはスモークで助けてあげよう。さあ行け。おかげで4人目。あと1人なので死ねない。ごくり。なんかくるまったんだけど。アシストか。今は死んじゃいけないとこなので、万全を期して少し下がろう。いや、だから無駄に車ってるの気になる。敵の輸送車両だ。ちょっとこれは味方集団に入っといった方が良いかな。入り口に何かいる。達成とほぼ同時に死んだ。いやー、ギリギリ間に合っててよかった。撃たれた。
それではおまけ映像その2、死なず20キルです。あらかじめ言っておくと、死なず2系のチャレンジは蘇生してもらえればセーフなので、チャレンジ中はみ方を信じて待とうぜ。めっちゃ迷ってるー。あ、跳ね上がりがたまたま頭に。よし、これで2人目。拠点ポイントもらいに行こう。ライトをいただき、これでやっと3人近くが進んだので、待ち構えてる敵を遠距離からやれればいいのですが。さすがに遠いか。あー、繋がれた。まあ、ここなら待ってれば起こしてもらえるはず。あざまーす。スモークで粘りしてくれてるけど、関係ないとこから撃たれてるな。一発当てたから下がってくれるといいけど。逃げ切ったと思ったら分隊がやられてる。動きだから起こせるか。よし、いつの間にか離れてた味方集団とも合流したな。意外と敵が見えないから入って大丈夫そう。この距離ハンドガンで行くか迷ったけど、ジャングルカービンのチャレンジを思い出して戻した。わら、若干一発かー。これ起こしてもらえる。間に合わないかな。ありがてー、遠くにいた分隊の突撃 A さんが戻ってきてくれた。おっと、ごしゃった。別の人が倒してくれたっぽいな。この間に分隊さんを起こそう。もう耐えるだけかな。鋭角ポット。とりあえず味方落としてっと。守備を取る。いい落とすまで今守らないとな。分かってくる敵見えるかな。4人目です。まるで SR のように細かい敵も頭いただいていきますよ。これで5人目。はい、6人目。戦闘はやばいな。
その味方を越すのヤバそうだけど、いや、落ちてるわけには。スモークでなんとかなった。こどうやら味方派前進してるみたいだから追いついていかないと。この辺りに回復ポイント作っといた方がいいかな。みんな行け行け、かっこ自分は行かない。死んだ奴は起こしてあげる。おっと、紛れてる奴か。7人目ゲッツ。そこで死んでるのは救うの難しいかな。戦車いるからうかつに出れない。なんか突っ込んできてるのいるし。うむ、日本 A らしい特攻であった。ついにあと一人。カモ LMG 発見。10人目、ゲッツ。はい、これでマスタリーチャレンジ完了。いやー、目指してた時は心折れたのに諦めたらさらっと2試合で取れるなんて。世の中は変わらんものですなー。ほっほっほ。